佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第125回7月20日土曜日レース展望こんにちは進行の沖繩ですそして今回の解説は競馬専門誌日本一の小賀さんです小賀さんどうされましたなんかふわ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 されてますけどこの,、ね、このコードがさっきからこう邪魔をしてるんで後ろにこうあやってあげて集中してやらないといけないんではい今日もちょっとしっかり、まあはい、集中してやっていきますよ、はい、どうぞよろしくお願いいたします取り直しは聞きませんはい、はい このまま行きますからねいいですかではよろしくお願いいたしますそれでは今回の展望レースに参ります今回の展望レースはこちらです7月20日土曜日注目レースは第9レースことざ特選 C2 の2組そしてメインレース第10レース大村湾賞 A1A2 ですそれでは解説が始まりますまずは注目レース第9レース ことだ特選 C2 の2組の出走メンバーです。距離だと1,400メートル、午後4時35分発走。サラブレット系4歳以上12頭立てのフルゲート戦となっています。さあそれでは小笠の注目場お願いいたします。はい。 まずはディアローグですね、まあ、今回、えー、初コース、えー、初出走なんですけどもね、えー、まあ名古屋コースでまあ5月戦以降、2着、2回、3着、1回と、まあ、それぞれ戦法の異なる、えー、レース内容での交戦ですからね、まあ、好調さも感じられますし、まあ、名古屋のこの時計でしたらね、えー、まあ佐賀コース、即通用する、目処は立っていますから、えー、初戦から期待していいと思います。 それからクラウンマックスですね、まあ、このまストライドの大きい馬ですからね、まあ、どちらかというと外めの枠の方が、えー、よりパフォーマンスをです、ね、引き出せると思いますし、まあ、前回4着、前線してましたけどもね、えーまあ、今回、先着馬が不在というところで前進する可能性は非常に高いと思いますね。えー、それから大名ジャガーですね。 まあ5月以降はですね3着以内をですね 5, 戦して5回とも3着以内に交戦してきているわけですよね、まあ、その成績からも好調ぶりさが伺えますしまあ前々そうではですねクラウンマックスと同タイムというところで考えるとやはり点が一つで逆転は可能だと思います。 それから鹿島ツインテールですね。まあ、前回11着と大敗はしていますけどもまあ、この馬の性格と言いますかね。ちょっとこうギアの数が少ないところがありますん。でね。えー、まあ、ちょっと難しさはあると思うんですけども。まあ今回乗り代わりということで、まあ一変する可能性はあると思いますね。ありがとうございました。それでは続きましてメインレース第10レース大村湾賞 a1a2 の出走メンバーです。 距離だとト1800メートル午後5時10分発走サラブレット系3歳以上10頭立てとなっていますそれでは古賀さんの注目場はこちらですはい、えー、まずロードフォワードですねまあ、向こうの、えー、成績といいますかねまあ、浦和で2勝してまあ、その後何、えー、下のオープンでまあえー 着を繰り返しているわけなんですけどもね、まあ、ここ最近の成績と調教、えー、等などを含めると、まあ、あまり調子自体はよくはないみたいなんですけどもね、まあ、ここ最近5 7キロを背負って今回負担重量が5 6キロと、えー、筋量も軽くなっていますしやはり向こうのオープンで走ってた馬ですからね、まあ、自力の高さに期待したいところですけどもんまあ短距離に適性があるという、えー、向こうの調教師コメントもありましたんでね、まあ、1008という距離が、えー、どうで 自力のの高さに期待したいところでですすねねそれから池の朝です、ねまあ、前回、えー、短期で逃げて最後、バテてしまいましたけども、まあ、前半、後半のラップ差がありましたんでね、まあ、この失速は仕方ないのかなといったところなんですけども、まあ、今回5 3キロということで、まあ、前回よりもマイナス1キロ負担重量も減っていますし、まあ、この馬も、えー、どちらかというとこうギアの数が少ない馬なんでね、えー、マイペースでいって粘り強さを発揮したいところでしょうね。 それからラッシュアタックですね、まあ、前回佐賀王冠賞3着という風に抗戦しましたけどもね。まあ、一度佐賀コースで逃げて勝っちゃいますけども中央時代にちょっともたれ癖なんかもあったみたいなんですけどもね。まあ、佐賀コースに来てのレースぶり見てたらそんなところもないですし好意、まあ、で控えるレースも、えー、できますからね。先行時代型で、まあ、前回のように引き続き抗戦は期待できそうですそれからドリームリバールですね まあ今回、えー、佐賀は初出走なんですけどもね、ここ最近がコンスタントに使えていないという点を考えると、うんまだちょっとこう使いながらなのかなといったところもありますしね、うんまあ、スタートなんかもちょっと不安定なところもあるみたいですからね、えーまあ、パドックや回収までこのままの性格を見たいところですねありがとうございました。それででではここで佐賀競馬かららのお知らせです 7月15日の佐賀競馬第2レースでノーブルクイーン号が1着となり騎乗していた岩永千明騎手は3年3ヶ月ぶりに復帰してから19戦目で復帰後初勝利を挙げられましたここで岩永騎手からのコメントです怪我をしてから復帰するまで長くて復帰してからも長かったですけど勝利できて騎手に戻って1着することができたんだと思って涙がにじみました お客さんから頑張ってねおめでとうなど声援をいただいたので嬉しかったです今後も皆さんの期待に沿えるよう頑張っていきたいなと思いますとのことです本当に嬉しい勝利でしたねおめでとうございますというわけで以上佐賀競馬パッカル情報局第125回7月20日土曜日レース展望でした 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は7月27日土曜日の展望を7月25日木曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は木曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら